ディストーションフィールド、出力最大。ルート確認。今年度、ラジから、ウズメを経由して火星へ。光学障壁展開。通信回線閉鎖。生活ブロック準備完了。エネルギー系統、OK。艦内警戒態勢、パターン B へ。フィールド出力も異常なし。その他まとめて、オール OK。ケルミオン母村、変換順調。艦内異常なし。レベル上昇中。ジャンプ。したためにルートが変更されてしまったようです。誰かがヒサゴプランのメインシステムをいじり回してるんですよ。エンジンにも異常な負荷がかかっています。おそらくヒサゴプランのシステム全体を乗っ取るつもりなんでしょう。なるほど、考えましたね。我々の移動手段を断つつもりなのか。遺跡が敵の手に落ちれば。やっぱりじゃ、こりゃ急がないと。無理だと思います。システムに計算誤差が生じています。どこに飛ばされるか分かりませんよ。仕方ありません。ここは通常航行で行くしかなさそうですな。艦長、できる限り戦闘を避けて火星へ直行しよう。